岡村反省会人生七転び青木ー、ここまでした。久しぶりすぎてちょっと忘れてるね。そうですね、先月なかったから、ね、ああそうね、久しぶりです。久しぶりですね。はい、元気ですか。はい、はい、始まりました。、この番組はですね、今日何年分、あ、そういうのも関係ないのか、収録のね、9月9日分の収録したのの反省会を行う番組になってます。はい、掛川 TV は人と人が出会い笑顔になれる場所づくりをテーマに情報発信の場を提供しております。そんな掛川 TV を支えてくれる大切なバナースポンサー様のご紹介をさせていただきたいと思います。玄米と酵素でファスティング健康サロンフルリール様、ありがとうございます。ありがとうございます。森の石松と紅葉の紅葉の名刹遠州森町大道院様、ありがとうございました。ありがとうございます。ママの笑顔は家族の太陽、ドリームボード講師坪井美樹様、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待ってよ。手作り雑貨とワッフルのお店サムズカフェ様、ありがとうございます。ペットの複合施設 DC キャッスル様、ありがとうございます。神谷鍼灸舎のびのび様、ありがとうございます。晩餐館エレジョのお稽古ガイド掲載教室アトリエシャルマン様、ありがとうございます。以上のスポンサー様のおかげで掛川 TV は楽しい情報発信をしております。ありがとうございます。また YouTube チャンネルの登録、Facebook ページのいいね、インスタの登録などもお願いしています。地域参加型を目指していますので、情報発信したい方、興味のある方、ぜひスタジオまで遊びに来てください。以上、ありがとうございました。ありがとうございました。よし、さあ、じゃあ反省会に入りましょう。ます、ね、よし、移っていこう。スペシャルゲストが、あー、今日ね、実はゲストがいて、もう呼びしますか。はい、なんて呼べばいいですか。バードマンでいく。ショウさん。じゃあショウさんです。どうぞ。バンバンバン、お願いします。はい、お願いします。こんばんは。ショウさん、はい、来た来た。お願いします。来た来た来た。もちろん、もちろん。はい。うん。ぐっと近づいて喋りましょう。はい。じゃあ先に反省会。はい、反省会。入りますか。はい。今日は朝一、あ、違う。一番から。一番いないか。二番ぐらいから。ああ。来てくれたので、多分これはご覧になってないかもしれないんですけど、はい、飲み屋の心チャンネル、うんうんうん、今日の内容はですね、うん、豊かさへ導く経済、どうですか。に関しての反省ですか。はい、あ、そうですね、趣旨を全く説明していない。今日のとりあえず来いみたいな収録番組の一つ一つ、うんうん、反省をもらっていて、うんうん、それを、お話しして伝えておいて、うんうん、これは一つの番組として挙げています、うんうん、なので、ここを見ることによって、うんうん、9月の配信収録分が分かるようになっているので、どういう内容でしたとか、まあらすじ的な感じとか、こんな感じでしたっていうのをお話ししてます。はい、はい、というわけでですね、はい、そうそうそう、まずヒロ君、ヒロ君ね、ヒロ君新しいタイプの収録のね、撮影の仕方をしたんですよ。立って立って立って黒板を使って収録するってなってましたね。うん、うん、そうなんだ。そう、すごい良かったよね。さっきの、あれは松井さんですね。あ、松井さん2回目、はい、ヒロ君さんの僕見たあれ、会ってないか。あ、最初、一番最初ちょっといた。あ、一番最初メガネかかった。はいはいはい、そう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 、居酒屋さん。あの居酒屋さん、あ、そうそう、居酒屋さん、そうです、そうです、居酒屋。番組撮ってるとこは見てなかった。あ、そうですよね。はい、スタンドタイプの撮影ができてよかったっていう感想、うん、感想がね、あ、真面目にちゃんとこう紙を書いてきてね、うん、あの人が一番真面目、そう、一番真面目なんですよ、うん、あ、そう言っちゃあれ一番真面目って言うと他の人がみんな真面目この番組が一番不真面目でもいつもね、ヒロ君はすごい番組構成をしっかりしてきてくれて、うん、楽ですよね、うん、ちゃんと、うんうんうん、今日も真面目に、はい、やっていただきました。経済の話をしてましたね。そう、うん、なんか授業っぽくやってくれて、うん、分かりやすかった。そう、全く分からないんで分かりやすかったです。うん、っていうことを喋りました。ああ、素晴らしいですね。見といてください。
ですか。はい、今経済、うん、コロナ一色ですもんね。あ、やっぱり他の情報って流れてきますよね。流されちゃいますよね。うんうん、そうですよね。右から左に、うんうんうん、っていう、ね、はい、大事な話をしてくれてます。どういう立場で僕はいればいいんですか。このままで大丈夫です。あ、いいですか。ちょいちょい挟んでくれれば大丈夫です。客観的に一言言って言ってみますか。もうその通りでいいです、はい、はい、ありがとうございます。好き、自由スタイルで、自由スタイルです。わかります。ヒロ君ありがとうございました。はい、次はですね、今日大倉雅子さんの応援チャンネルの収録予定があったんですが、はい、大倉さんはですね、欠席。欠席。残念。残念。はい、動画提供がまたあるということで、はい、楽しみにしてます。お待ちしてます。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、次。次、西岡夏実の市中水明的ズバッとお悩み解決チャンネル。西岡さん。さっきお話、はい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 、されてた西岡さんが、ね、めっちゃ聞いてましたよね。マジで聞いてました、聞いてました。婚活女子のお悩みにアタック。今日はですね、大吾さんと北川景子さんの相性鑑定、うん、勝手にするっていう。勝手にね、うん、そう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 、そう、それそのあたりから見ていただいてますよね。すごい的確なアドバイスいただいて。アドバイスしてたよね。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。いやいやいや、そんなことはないです。感覚的なことを言ってくれる人って大事ですよね。だし、ものすごい客観的じゃないですか、初めて見て。はい、そうですね。ね、どう言っていいのかと最初は思いました。うん、あ、いえいえいえ、はい、相手がね、成長することだったら。そうそうね、うん、ぜひぜひ。ありがとうございます。すごい楽しくやってましたよね、うんうん、毎回。うん、今回で3回目ですかね。まだ3回目。そうなんですよ。それは見えないですね。で、自分でいろいろこう、あの、配信というか、うんうん、動画撮ってあげたりとかされてるんで、多分どんどん上手になってるというか、伝える、うんうん、ことが上がってるんで、うちでは3回ですけど、うん、他なんかいろいろね、やっぱりやられていて、うん、すごい分かりやすくて、顔つきが変わってきたもんね。そうですね。いい顔になってきた。感想はですね、うん、小島さんの面識の時の反省を生かして、うん、時間内に予定をまとめられたと思います。すごいな。スタジオ楽しかったです。はい、ありがとうございます。そうそう、あれだったんだよね。みんな先月は、うん、コロナのこともあって、うん、集まるのをやめたんですね、うんうんうん、で前回もずっと3ヶ月ぐらい収録止まってて、うん、その前は生配信をしてたんですけど、ね、うん、でそれもちょっと、まあ、状況が変わって、うんうん、なのでここにさっきお話ししたみたいにゲストが来るっていうのが半年ぐらいなくて、うんうんうん、パーソナリティというか MC だけが喋って帰るっていうスタイルに、うん、まあ、どうしてもなってて、うん、でもその中でね、結構みんな自分の番組を伝えるのが上手になって、いろいろ、まあ、一生懸命ですね。そうですね、意見もあると思うんですけど、うん、どんどん上達してますよね、うん、一人で喋るって大変ですもんね。大変だよね。いや、一人で喋るの大変だと思う。空気感。え、川上さんにさ、でも番組やってほしいよね、うん、なんかやれそうじゃないとか、やれるよね。まあ、喋りたいこと喋れるって言われて、僕好きなことやるしか言わないですよ、うん、ね。そういうのがさ、いい。尖ってるからね。そう、そういうのやってほしい。そうやってもらおうか。そう、やっぱり面白いもんだって、うん、まあ面白かったよね。テーマをくれれば、うん、あ、テーマやる、それについて、うん、語りますよ。あ、いいね。語ろう。一人決まりました。一人決まりました。西岡さん、ありがとうございます。西岡さん、ありがとうございました。で、次、ブルーレイクプロジェクトが、ま、今日ケツ、ケツ、はい、ケツです。また次回お待ちしてます。何のプロジェクトなんですか。あ、そうなんですよ。三日日発信の、三日日町発信の、あの、湖を、きれいにするっていうプロジェクトを、ね、立ち上げて、うん、浜名湖ですよね。で、そこ、子供さんの今より、うん、今より、うん、そう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 、皆さんお仕事やられてるのとは他にそういうプロジェクトを立ち上げて運動してる、活動ですね、されてる方々が語る、うん、そう、湖について、海について、活動について。いや、でもね、あんまり湖の話はしなくて、え、なんか夜の街の話とかついて、なんだろう、それを、その肩書きは置いといて、なのかもしれないんですけど。あ、それでもね、最初はその話を多分何回かしてくれたと思うんですけど、1年ぐらいこう回を重ねるごとに変化していって、うん、今は進化してる。そう、うん、多分この前、あ、でもこの前パラグライダーの、チラ見せみたいな、ちょっと、そうそう、そんな感じで、最終的にはその活動にみんな来てくれるといいなっていうので、多分人間的にね、興味を引きたい、うん、ああ、そう、でもすごい面白いですよ、喋るのは。
まあ、しゃべるのがうまいし、この前はあのパラグライダーの方を連れてきて、パラグライダーの人、パラグライダーをやって、で、パラグライダーのやってる映像とか流れてて、また見てみてください。めっちゃ面白いと思います。実際やってるところが映像で流れてる、そう、なんかつけて、へえ、それ見たい。結構怖い、すごい。でも面白そう、すごいですか。飛んでみたい、飛んでみたいですね。あ、分かる。落ちてみたいです。ペガサス、あ、落ちてみたい。ペガサスだもんね。あ、そう、ペガサスだし、飛んでくじだしね、名前もね、名前もね、翔太さん、すごい。そんないないプロブルーレイクの話だ、話をね。え、いない、いない、今日いなかったという、はい、次。そうですね、はい、次。はい、次、ネイヤの内緒話。はい、ネイヤ、うん、遅れる、遅刻ということで、遅刻で、あの収録を来週にしたので、うん、そうなんですね。はい、今日はあの来てない人だらけだらけですね。その人はどういう方なんですか。ああ、いいね、ちゃんと聞いてくれて。あの、いろいろやられてる方なんですけど、うん、女性で、5人のお母さんで、はい、うんうん、産後ドゥーラって言って、うん、産前産後の女性の体の変化とか、うん、ケア、心のケアとかをこうされることもやっている方で、うん、それを今回お話、何回かシリーズで、うんうん、女性の産前産後のメンタルとか体の変化について話してくれてます。女の人はすごいですよね。ですよね。あ、一人一人生まれてくるんですよね。で、また普通の体に戻っていくわけですからね。それは可能。翔太さん、産めたら産みたいと思う。産みたいです。もう、なんかそう感じするよね。なんか女性っぽい感じもあるよね。あー、するね、うん、するする。産みたい、それ味わえないんですよ。そうだよね、何しても味わえない。そうそうそう、産みたいですよ。ほんとそうだよね。それだけはだってできないもんね。痛いっすよね、絶対。でも痛くても嬉しいって言うじゃないですか。で、それってすごくないですか。そうですね。僕、離婚の時それで悩みましたから。あの、俺も、俺産めれたらよかったなって。そうだよ、なるほどね。でも女の人もそう思ってる人多いですよね。旦那さんが産めたら交代、次はあなたみたいな。あ、そうですよね。ねえ、それ分かればもうちょっと夫婦間で違うのかもしれない。あ、そう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 。でもね、言ってた、それ言ってた、なんかその、うん、そう、夫婦間が変わるって言ってた、うん、そう、ね、その気持ちがやっぱり分かれば共存できますよね、共感できるし、うん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 、そうそう言ってた、分かるようで分からないから、うん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 、どこまで理解してあげれるかみたいな、その辛さを知りたいです、うん、すごいです。本当に人類みな幸せに。あ、そうなんですね。翔太さんのコンセプトというわけで、次も、はい、ネイヤも来週、来週お願いします。次、はい、激烈バカの俺の追い込み方を見てくれ、あの人、松井さん、あ、さっきの今にの熱い熱い、うん、熱い。そう、今日はね、予備校の先生に応募したら一時が通った、うん、あ、そうそうそう、から、ま、すごい、あれ通るのかな。通った、何校か言っちゃっていいんですか。言ってたよ、ね、いいと思うよ。東進、東進、東進、東進ハイスクールって言ってます、ね、東進ってすごいですね。林先生、東進、あ、わかんない、わかんない、あ、多分そうじゃない、なんかそんな感じじゃなかったです。調べた、そう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 、東進スクール、そんな感じじゃないでしたね、うん、ある程度、悪も強くないとダメですよね。いや、と思いますよ。キャラって大事ですよ。キャラ大事ですよね。なるほど、ね、キャラ大事ですよ、うん、それ見て、本当にいいなって思う人がいるわけですよね。勉強しに来てんのに、うん、あ、こういう人になれたらいいのかなみたいな、ちょっと生きがいみたいな感じるかもしれないですね。あ、それ欲しいね。欲しい、うん、確かに欲しい。生きる道筋って、あ、でも松井さんそれあるかもしれないね、うん、怖そうに、ある、あると思う、うん、で、予備校だもんね、結構、うん、もうだってほぼ人間形成できてるじゃないですか。そうです、その子からのこう影響を、うん、あ、与えてくるからね、すごいですよね。すごい、うんうんうん、10代後半とかのね、うん、だってその子たち勉強しに来てるんですよね。そう、だけど、あ、これでもこういう風に生きる方向もあるんだって知れれば、すごい付加価値じゃないですか。本当そうですよね、はい、そこだと思う。超特大のおまけみたいな。分かる分かる。なんか学校では教えてくれないことですよね、うん、よくね、あるじゃないですか、学校で教えてくれないことみたいな、そういうタイプの先生ですよね。そうだね、教えれないよね、あれ。すごいね、まあ、授業で、そう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 、授業できるのかな。そう、脱線しまくり。授業にはならないじゃん。授業にはならない、なんか重宝さ、授業にはならないけど、昔重宝されますよね。でも今はできないのかな。どうなんですかね。ってなってくると、そこってすごい大事なポジションかもしれない、うん、ね、だから自分で塾やってるんでしょうね。そうですよね。まあ、結構楽しそうにやってますよ。だってもうあれは人で来てますよね、先生。まあそうね、最初は分かんなくても、あの先生会わなかったらやめる、ね、まあやめるよね。
いい体験をね、はい、今日なんか動画撮って応募するのかな、うんうん、反省は反省はね、緊張しすぎま しすぎました、うん、ちゃんとしますちゃんとしようって思うんですね、でもあれでいいね、まあ、あれでいい応募動画としてはどうかなって、なんか熱い感じがすごい周波数を感じました。すごい、だって俺っていうの持ってるもんねなんかすごい途中すげえ楽しいこと言ってます。楽しい楽しい、いやなんかその感性がすごいわかるから、あ、うん、あ、よかった、それならよかった、うん、感性がわかるし、なかなかやっぱね松井さんはね生きにくいと思うんだよ。そう、生きにくい、生きにくいよね、理解してくれる人も少ない。でも、うん、なんか自分がその生きにくい中で乗り越えようとしてきた人、うんうん、あーそうですね、逃げじゃなくて、うんうんうん、そうですね、乗り越えようとしてきた感じの人っていう感じっていうか、真のものが残ってるっていう、うんうん、松井さん分かってくれる人たくさんここにいてよかったね松井さん、本当に今までの人生で一番ハッピーだと思うよ今そうはない、多分さ、いろんな時があって、あ、松井さんだってこう表現してもみんなが、あ、松井さんらしいって言ってくれる場所ですよ、うん、ここ、うん、そうね、うん、なかなかそうもいかないよね、なかなか社会って無理じゃないですか、うん、分かってもらうのって大人だし、そうね、46ですよ、うん、あ、46、そうだでも頑張ってきたね、ここまで、そう頑張ったんですね、うんうん、頑張ったんですよ、頑張ったんです、人はすごい好きだから頑張れた、うん、はい、という翔太さんの解説がいという松井さん、次はしっかりしてくださいありがとうございます、ありがとうございました。最後に、はい、大動員フレンズ、うんうん、今日はですね、あ、やる？あ、いいっす知って得する和尚の話、うん、3ぐらいかな、そうだね、もう毎回もうシリーズ化してね、あれじゃん、地元のおっさまなんですよ、へぇ、なんて呼べばいいですか、あの和尚さんの、和尚さんのこと、おっさまで、いや、僕、うちはもう地元は全員おっさまなんですよ、へぇ、だからもうおっさまでいいと思って、小さい頃からおっさま、おっさまって言う、おっさまって言うね、おっさまって言っていい、うん、あの奥さん、うん、あの女性の方は大動員というお寺の奥さんで、うんうん、つながりのあるんですよ、そうそうそう、今日の和尚様と、でたまたま今回連れてきたんです、お、おっさまって自分の主人母大、だからそう、だからもうちっちゃい時からのあれだから、じゃあ女性 の, あの、うん、さっき の, あの 僕が奥さんだと思ってた人始まりのつながった、うん、あ、そう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 、逆に連れてきてくれたみたいな、完全にそうそうそう、そういうつながりがある人だ、びっくりした、で、すごいおっさまがね、楽しんでくれて、うん、毎回来てくれるようになって、浜岡から来てるからね、あ、1時間ぐらいかかるんだけど、なんか厳しい感じのことを言う人な感じで最初したら、うん、そうですよね、怖いのかなと思ったんですけど、うん、すごい優しい、結構やんちゃなおっさまでしょう、うん、結構やんちゃ、すごい優しくなるでしょう、うん、そうですよね、で、多分先生と、あの、さっきの、あの、はい、先生と、松井先生とちょっと会いまして、ね、掛け合いがちょっとよ、あの、よかったのかな、うん、みたいな、お前みたいないお前いいなそうですかみたいな、両方嬉しくなっちゃって、松井さんやっぱし学があるよね、知ってたよね、いろいろね、あの人ね、あるすごいね、あの人、そういうとこ本当すごいと思うんで、才能がだから渋滞してるんですよ、こうなっちゃって、あ、そうね、才能あるなんとかできないの、なんとかできない、才能渋滞してる、そういう人結構多いよ、一本に絞ってあげるわけじゃん、この人もそうですよ、いや才能が渋滞してる、全部好きでしょ、でも何が、あ、いい、有能なブレーンがいる、できた、なんか全部好きなんですか、いやだからそれを生かしてくれよ、もう全部好きなのはエゴですよ、うん、あ、いいぞ、なるほどね、いいぞ、言ってくれ、あ、一個夢見つめちゃえばいいじゃん、向き合ってても絶対喧嘩するけど、一個夢見つめちゃえば、そこに向かってみんな一緒に前向いてるじゃん、あ、でもそんなに欲張りじゃない、でも好きなんでしょ、だから好きなんですよ、そう、その、うん、好きなんですよ、だから全部しろと思う、あ、そう、どれも好き、あるね、一個に絞った方がいいかな、絞れそうな感じしますよね、逆に絞っちゃった方がいいっていうか、絞れそうな感じ、いや、わかんないからさ、それこそ無意識化で渋滞してる感じ、なんですかね、飛び整理が上手だから、あ、とか僕2回目なんですけどね、整理が上手そうな感じがする、そのスキルもありそう、うんうん、なんかあんま分かんないけど、すごいいい人に会ってよかったね、いやだからそこはもう本当もうアウトソーシングで、うちはアウトソーシングであ、でも全部やれる人はやるっていうスタンスなんで、それベスト、そうですよね、今の時代です、うん、そういや僕今の時代なんですよ、今の時代です、僕は多分こういう場を作るのはできるんですよ、もう会社なんて崩壊してますから、ね、うんうん、個人個人で
うん、だからもうそれ、ありがとうございます。翔太さんにかけ替えをいろいろね、お任せするって、お願いする、お願いする、まあ、ちょっとまた詳しく、あ、わかりました。あ、でですね、あ、そうなんですよ、お彼岸の、お彼岸のですね、うん、今日は大動員デビューしたアマビエンちゃん、アマビエンちゃん来てたね、ボンジュール的なこと言ってました、ね、うん、かわいかった、うん、アマビエンちゃんの紹介ができてよかったです、うんうん、お彼岸のお話を噛み砕いてお話ししていただき、うん、これもよかったですと、うん、いう、ね、みんな誰でもお釈迦様やったっけ、うん、何になれるっすか、お釈迦様になれるみたいな言ったのとか、ちょっと、いや、振らないで、そう彼岸のあの下り、彼岸の下りだね、そう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 、うん、みんなお釈迦様になれるってこと言ってました、言ってたっけ、言ってたよ、あ、そうか、みんな横で聞いてたもんね、そうだよ、一番近くで、俺一番近くで聞いたんだから、その通りだなと思って、ちょっと聞いてました、笑顔にさせるだけでいいですよ、だから簡単なこと言うと、そうだから、その難しいことじゃなくて、一人一人が、まあ、本当そのレベルでやっていくとやっぱずれるんですよ、翔太さんの言い方を、うん、言い方に変えるならちょっと世界がいい方にちょっとずれるんですよ、はい、そうそうそうですよね、だからそれを僕はやっていきたいんですよ、うん、それ素晴らしい、ね、そうだけど、まあ、そういう細かい知識がないからそこはお願いしますねって、そこだけ、あ、それはアウトソースそこはアウトソースだよね、うちは、うん、やばいな、頭の上にブレーンができて安心です、うん、はい、お願いしますね、はい、歌も歌いましょうね、はい、もう 歌わないですか最近は、歌は、うん、娘に教えるとき、ドラムは必要ですか、いや、今からやっていく、あ、今からやっていく、今からやっていく方です、そういう願望ずっと言ってるんです、ね、夢なんでドラムは深いです、ドラムが一番かっこいいですもんね、かっこいいね、あれが一番かっこいい、ね、ベース一番好きなんですけど、あ、じゃあドラムとベース仕事ですから、ドラムベースに行って、であとか、あのね、うん、子が歌うんですよ、いや、もう彼女は決まってます、何やんの、彼女はボーカルなんですけど、ボーカルでしょ、もう後ろは決まってます、うん、あ、そうか、じゃあ彼女の方ができないの、あ、娘は、うん、もう決まってんのか、もう一応その、うん、まあ、この前もちょっと東京のプロデューサーに会わせてきたんですけど、うん、やべ、そうプロの話、ガチ、そうなんですよ、ガチなんですよ、あ、ガチなのか、もうガチなんですよ、あ、なんで僕はそれの夢を、それだけの夢も叶えてあげたい、うん、ああ、叶えよう、叶えて、まあ、手伝ってあげたい、うん、俺もじゃあ、まあ、ゆくゆくはね、お願いされるぐらい上手くなればいいってことですよね、まあ、ね、もちろん、向こうからね、はい、その前にやることいっぱいある、そうね、それが多分、ね、あの、さっき言った、うん、あの、何に絞った方がいいっていう、そう、いっぱいある、じゃあそれはでも、あれだ、遊びの夢だから、あ、そうね、そう、遊びの夢、遊び大事、そう、遊びの夢だから、遊びに本気になれるってことですね、うん、そう、まあ、そこはゆくゆくです、結構後の方の夢なんで、だからまだやってないんですよ、ドラム、うん、だからその自分がちゃんと一通りのことになったらやっていけるようになるじゃないですか、うん、時間もできるし、はい、そしたらやりたいですね、で、そこからデビューです、それはちょっと舐めてると思う、うん、そうです違うって、やり方的には正しいと思うけどさ、正しい、正しい、舐めてる、それ舐めてかかるは大事ですけど、あ、ちょっと待って待って、あ、そうね、あ、そう、いや、もちろんそのね、彼女と同じっていう座標に立つっていう意味ではなく、楽しく自分の趣味をやっていこうっていう、まあ、夢を叶えばいいですよ、それはベスト、そう、そこ、それですよ、それならそう、なんか言うからじゃん、デビューするとかさ、デビューもしたい、デビューもしたい、絶対、あれも欲しい、そう、あれも欲しい、これも欲しい、デビューもしたい、もっと欲しい、ずっと尽きない、お願いします、ね、テイカーですか、で、ギバー、ギバーならない、ギバーですよね、あ、でもどっちかって言ったらギバーですよね、うん、そんな感じでおもろしました、しますよね、うん、結構ギバーだと思います、うん、でも、まあそういうこともやっていきたいし、まあそれは遊びの中でやっていく、そうですね、うん、夢みんなでね、やりたいことを叶えばいいと思ってますはい、というわけで、翔太さんまた来てくれるんですか、あ、そうなの、いつも来ます、やったー、じゃあまた来月お願いします、あ、そうね、ちょっと作戦を細かいところ立ててはい、うん、ぜひいろいろやり方が、いいやり方があると思うんで、はい、新しい強力なメンバーが増えたということで、はい、ありがとうございます、そんなところで、はい、というわけでね、はい、じゃあ9月9日、岡村反省会でした、じゃあねー、バイビー、止める人いない、あ、翔太さん、ちょっと止めて、